緑の党緑のオルタナティブは、オーストリアの環境保護政党、グローバルグリーンズ加盟政党で、欧州緑の党のメンバーでもある。1986年に、オーストリアオルタナティブリストと、より星寄りのオーストリア緑の連合が合流し、緑のオルタナティブとして結成。この年の国民議会総選挙で、初めて議席を獲得した。1993年に、 現在の透明になった。2004年の時点で3000名の党員を抱え、それ以外にも、党の活動を支える多くのボランティアがいる。環境問題以外では、マイノリティの人権擁護、直接民主主義、非暴力、フェミニズム、自己決定権などを掲げる。2008年の下院総選挙では、定数183のうち、20議席を獲得した。また、 各州議会による間接選挙で選出される。連邦議会には62議席中、3議席を有している。2009年欧州議会議員選挙では、オーストリアに割り当てられた17議席中、に議席を獲得した。他に、各州議会や自治体選挙にも進出している。2016年には、無所属で出馬した前党首のアレクサンダー・ファンデア・ベレン、元国民議会議員が、 大統領に当選した。しかし、2017年の下院総選挙では、得票率4%を下回ったため、全議席を失い、さらに翌2018年の上院選挙でも、議席を失った。2019年の下院総選挙では26議席を獲得して、第4党に躍進し、2020年1月1日、第1党の国民党と連立政権を組むことを発表。 これが初の政権参加となる。ありがとうございます。